コブレンツの短編が載った、サイエンスワンダーストーリーズ総刊号。表紙には、他の寄稿者として、H.G. ウェルズ、D.H. ケラーの名前が見える。スタントン・アーサー・コブレンツは、アメリカ合衆国の SF 小説家、詩人、カリフォルニア大学卒、英文学で修士号を取得した。はじめはジャーナリストを兼ねており、アルベルト・アインシュタインにインタビューした経験もある。 1920年代初頭に試作の発表を始めた。最初に活字になった彼の SF はアトランティス大陸を扱ったザサンクンワールドで、この風刺的作品は1928年6月に期間アメージングストーリーズへ掲載された。その翌年、彼は長編小説の単行本としては最初のザワンダースティックを刊行。 しかし、施作と歴史が彼の最も得意とするものであった。コブレンツの作風は、風刺的であり、また彼のスタイルは常に斬新であった。彼はまた文学批評や、歴史上の問題に関するノンフィクションの本も書いている。アドベンチャーズ・オブ・エイ、フリーランサー、ザ・リテラリー・エクスプロイツ・アンド・オートバイオグラフィー・オブ・スタントン・エイコ・コプリンツは、彼の死後に出版された。 日本語に翻訳された作品としては短編の火星からの死者の一作のみがある。これは無伝で密かに火星人とのファーストコンタクトを達成した天才科学者の悲運を描いた作品であった。ありがとうございます。